皆さん、こんにちは。ティンダーのミラクルボーイ、キングタクです。今日で、私の公式チャンネル、通算、なんと、早くも3050回達成。今日は、山形県日本一といえば、紅花のお話です。長い歴史ですね、はい。専業は口紅ともとなる花。まず、原産地は中近東、シルクロードを経て3世紀日本に伝来した。山形は江戸時代の中期。栽培が広がって、最盛期の幕末後、約186トン達した。すごいです。もがみ紅花、一番いいですね。ここで一句。眉吐きを大もかげにして、蝦夷紅の花。そういう感じです。これね、いいもんでございますね。はい。山形を代表する景勝地、山寺と紅花の歴史、文化が深く、関わるストーリーが、まあ、平成30年、山寺と紅花、日本遺産に認定されたそうです。紅餅美味しいですよ。まあ、世界農業遺産の候補にもなっておるんです。楽しみです。バイバーイ。